자. 막 크게 읽기. 야! 아, アダプタさんにあるのかな？ちょっと見てみます、後で。うまい。受け流し読まれてる。いい、ミスヘハー、もう大ジャンプ RK にすればよかったよこんばんは、ハマちゃんさん。ストローク、あー、でも確かに短いのかな。確かになんか短い気がするね。なんか中に、なんか昔の三和製音って中になんかクッションが入ってたんじゃないですか。今回のも入ってるのかな、そういうのが。それでちょっとストロークが短くなってるのかな。嬉しい。うまい、すぎ打ち。巻き込まれていく。膝広いにしたい。
フー、ああ挟んでないんですね。なるほどなるほど。最近のボタンの中では結構このボタンはお気に入りですね。なるほど。あえて暴れていく。のびさんに教えてもらったやつ。やばい。奈落に見えるやつ。ワンツー2を読んだ時にワンツーを横移動してジャブすると2位の部分で空中判定で拾えるっぽいんですよね。めっちゃむずいですけど。余計ね、ない。同調しもしやすいですね。カウンターうまい。
ナイス。バレるよね、さすがに。あそこで中断を打てたら本物だった。うまい。ダメな流れ。ヌラさんこんばんは。いや、ヨージンさんはまだ金曜日ぐらいまでいるって多分言ってましたね。ライトはちょっと安いな。はあ。ダメだこりゃ。これで倒そうっていう狙いを最後までしようとしてしまうかな。結構やったんですけどね。またできればですね。
バレバレ。ああ、譲れないんだ。入れ込んでごめんなさい。うまうまい。 いやー、リドイはもうすぐアップデートが決まってるんで、今練習する意味が1ミリもないという、そんな感じになってますね。おそらく結構違う感じになると思うんで、めっちゃ使いたいんですけどね、リロイが。うまい。ナイスー、アップデートしてほしいです。リロイが使いたい。
めんなさい、なんかなんだこりゃ、なんかすごいことになった。いろいろあったな。ライト意識とか直撃か。あーもうなぜ浮かせれないんだよーん。本地区です。危なっ。プラ6。いやー入ると思ったんです。私屋さんの建築です。パキスタン、まだ分からないですね。分からない。意外とね TWDY に行こうと思ったんですけど、なかなか本当に時間がなくて。マジで行きたいんですけどね。ああ多分出し切りマイナス行くよな多分。入れ込んでごめんなさい。生活が日本語できた。生活変わりましたね本当に。びっくり仰天。まあ、あと生活なんかちょっとまあ自分自身もいろいろ
怠けないためにいろいろ今考えてます。生活の去年と同じにはならないように。いた、アイロンか。立てない。17、ありがとうございます。バレてた。うわー、もう頼むから浮かせてよ。ダメだ、なんか意識できてないのかな。フラッシュ下がんで中スマとか何を考えてるんだ自分は。そんなんでローに勝てるわけないでしょ。飛ぶ、お、コウジローさん、バタリでございます。そしてそのなんとか立ててくださいの漢字がわからないというこの大問題が発生します。なるほど、クラってどんなのですっけそこそのレベルですかね。クラってなんだ、ググロ。ああ、こういうのか。なんか祭るようななんかですかね。食べれそうです、小次郎さんのおかげで。もう即席解散とマジで安すぎる。サマーフォーチは良くない本当に。うまい。
フラング、大金持ちになることの例え。なるほどなるほど、ビッグになれってことですね。竹林講習は無料でございますよ。はい、違う。南アフリカからファン、ハロービッグファン、センキュー。ビッグファンですからね、嬉しいですね。ありがとうございます。皆様の応援のおかげで私は頑張っていきます。
シアさんはもうワシアにするときがついに来たのかもしれないですね。あー、試運が出ない。ナイススラッシュ。あのライドってなんか使ってたら2発目上段なのかな、もしかして流した意味ないんじゃないか。お、ぜひ来てください小次郎さん、待ってますね。シャガバンが化けた。うわー、絶対しゃがんだよー。これはジャンボ。あ、中断でした。よかったよかった。ジャンピング。ここは行くしかない。あ、ファジーですね。簡単なファジーと何になるのかな。不動拳とかリースの不動拳とかそういうのになるのかな。一定のタイミングでしゃがむと下段も中段もガードできるフレームがあるっていうのがファジーなんですけど、お、私屋さんおやすみなさいませ。ジャンピング。お。あぶね。
岡井小次郎さん任せてください。ハジ関連なら多少は分かるはずです。ファジー大好きマンなんで。これは当たります。あーいやークースマクールインジャパンジン Thank you。これはこっちで終わって、いやーちまっただ。はあ、一番食らっちゃいけないのを食らっちまっただ。おお。なんで、マジか。今のは、今のミサでかいぞ。
うまやられた。吸い込んでいく。シリアに変わっての変えたのはなんかボタンが結構効かなくなることが多くて、多分配線が悪いんじゃないかなとか思うんですけど、その配線を購入することがほぼできないという、そういったとこですかね。海外とか持っていくときに不安になるんですよね。ちょっと予備もないしみたいな。パンテナ自体はかなり好きなんですけどね、サイズといい重量といい。続き打てないや。あれー、ビットリックスもいいですね。
リックスって普通に日本で今買えるんですかね。レイジアーズ使ったのがダサかったけどよかった。パンテラ同情し聞きにくい感じありました。ああ、ちょっと、もともと同情しが自分自身が苦手なんで、なんとも言えないとこですね。もう少ししたら取り扱いがいいし。なるほどなるほど。人気ありますからね。反応が悪い。ちょっと遠かった。ナイス。Thank you.
うわ、横に引っかかるのか。あー、入れ込んでごめんなさい。おう、うまい。やりすぎたー。お、ミスアップしました。いいですね。自分も1週間前ぐらいにしましたね。定期的なメンテナンスが必要ですからね。あー、また当たった。ぬるぬるになります。滑らか。なんでこれ。そこまで硬直がなかった。
ね。摩擦を打てばよかったか。結構入れ込みな部分も自分多いんで、全部が全部スカってわけじゃないんですよね。うわ、うまい。変なちょん切り浮くのかな。見た目もそうなんだけど、あえての生ロウォーミングは横で使ったけど、多分今のは届いてなかったんだろうな。ゴーキギースロウ、誰だろうな。うちちょっとむずいんですよね。 S で考えたらゴーキだけなんですかね。ちょっと向こうキが抜けてる気がしますね。その下になんかそのロウとかギースとかジンとかその辺が来るようなイメージですかね。
前入れすぎた。振り向きガードが。まあいい。ああ今のは無理、受け流そうとして準備した。はい、何が起きたい。うまい、長いな。Round one. Fight.
カーさんこんばんは、スパチャありがとうございます。いやー普通の右投げになっちゃった。今何時だ。もはやおはようございますになりかけてる時間。3時半。スピードこれしゃがめないな。いつも応援ありがとうございます。わあ、なるほど。すごいローが回転していった。当たるの。取りたいところを。え？指が引っかかった。ナイス。最近かなり早起き、規則正しいのかよくわからない早起きを繰り返してましたね。ダブルサマーでも対応できる直撃を出ると。なんでこれが出た。ナイス。いやー前切りじゃない。ナイス。ありがとうございます。